6月16日6日目天気晴れ海峡よしよし。昨日は一日大雨お風で足止め食らったので今日はたくさん住みます。そうやね、昨日の分まで取り返しましょう。トノミまで行っちゃうよ。トノミから大津島まで行っちゃうよ。行っちゃう。40キロ超えちゃうよ。行っちゃうよ。行ってきます。はい、場所じゃあ皆さん行きますか。よっしゃー、最強よしです。出航西浦ありがとう。それなりにやれております。はい、だいぶうざい、だいぶうざい。これ細かい波がうざいです。さあ今日この時間は満潮直後ですからね。追い風来た。お、海峡よし、海峡よし塩じゃじゃうま説。風がすごい。風を横に受けて進みます。どんぶらこ状態でございます。ブルーシートで帆を作ってみた。どう分からん受けてるような気持ち。力感じます。多少あ、お、開けた。どうだ、いけてるこれもしかしたらねいやいけてる可能性が高いいけてる可能性高い。体感スピードは今のところあまり変わっておりません。ちょっとハンドメイドヨッツでした。組不採用不採用不採用です。風と潮で行きたい方向にうまく流されてるのでリーは寝てます。モータロジー状態。波と風が味方してゆっくりですけども進行方向に流されてる。で、クソ暑い。今日は30度くらい。クソ暑いだ。どうすか調子は。眠いね。どうですか。なんでこんなとこにいますか。どうもさんの携帯を地面に叩きつけてました。携帯壊れたので A ショップに寄ってます。アドルト iPhone で1万6000円。普通の善意に頼って生きるしかなくなってくる。恐ろしいっすね。ちょっとじゃあ一旦途中経過ということで、ジョーマさんの携帯が貴重とのことで AU ショップに行きましたが、もろもろ不備で取り合ってもらえず、スーパー無駄な2時間を過ごしました。全然進んでない。何も進んでない。とりあえず今から隣のトノミという町に行って、ちょっとリーさんの郵便物と処理しまして、GoPro が不調、携帯不調、パソコン不調、不調3兄弟、もうとにかく問題だらけなんですけども、とりあえず進めるだけ進んでいきたいと思います。おしょい、トロミーほぼ到着。イエーイ、トロミー着。よし、疲れした。午後は泣いてたんで結構簡単に漕げる。簡単に漕げました。海がさ、めちゃめちゃ綺麗になってんだよね。こんな感じで海がすごい綺麗。とりあえず休んで飯食って行けるとこまで今日は行きます。よっしゃい。今トノミですね。戸田が、今日最終目標ということで、ここから戸田までが10キロぐらいかな。でもあ、そう、うん、じゃあ戸田行きましょう、うん、戸田目標で。戸田目標で。はい、近づいてまいりました。近づいてまいりました。うっしゃうっしゃ、戸田空港近づいてまいりました。水も綺麗だね、ここは。なんか素敵なところだね。湖のほとり見たら、新車も来てます。風情、これぞ風情。おいえー、疲れた。疲れ。こんにちは。こんにちは。20だから。30ですね。おーい、
あ、いや、テントを張り、この辺に。あ、テント張りたい。はい。あ、嫌だね。はい。うん、うん、大丈夫じゃないの。どこでもいい。じゃあ、そこの草の上に行こうか。あの、ツイッターで知り合った三上さんから肉をいただきました。そして、お味は激うま本当に激うま、あの記録出ました。このテンテンの200倍うまテンテンの200倍出ました。テンテンに爪の赤を先日伸ばしたいね。変な爪伸ばしてる場合じゃないわ。これが鳥、これが鳥、これが鳥、マジでうまい。うますぎる。これいいよ、この全部ソースが。こんな珍しいよね、うん、こんなソースね。これはうまい、本当に。これはうまい。疲れたもん、今日。風で寝れず。睡眠不足、朝5時スタート。で、謎に結構荒れてた。荒れてた。で、謎の B さん2時間待ち。2時間待ち。激アツ。ジョーマさんと僕は。あれ、ほんま激アツやったから、マジで。あの辺りからやっぱ口数少なくなったもんね。眠さと疲れ半端ないね、うん、まあまあまあそうなるわな、さすがに。でもこれで復活だね。そしてビールもなんとガジビール9本もいただきました。昨日の謎の足止めの一泊は逆に疲れたからね。疲れる疲れる。通常ルーティンから外れたら疲れる。そうそうそう。三上様ありがとうございます。三上様、三上様ありがとうございます。三上様の塾の名前、三上塾グループ代表、科学を勉強したけりゃミックのところに行け。素晴らしい。船多いですよね。ここはね、あのタコが大体専門なんです。あ、タコ壺ありましたもんね、あっちに。じゃあここからそのオーツとか、オーツ、オーツ島だとこれ出たらすぐやる。豚肉やる。そこまではそんなに、うん、と思うよ。うん、これまあ近道いいね、一番ね、うんうん、近道に見えますね、うんうんうん、これ一番危のねやだこれな。おお全然違う道行こうとします。明日どうですかね。明日は A 地さん。あ、明日大丈夫ですか。明日は朝から行けますかね。明日一番いい日。あ、そうです。明日一番いい日ですか。あ、じゃあ朝一から行こうか。じゃあもうめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよ。信用性が鬼高い。いい情報ありがとうございます。すごい情報です。助かりました。船の前にこうやって立って。そうですよね。これをつけといたいんですよね。これ。そうそうそう。完璧ですね。完璧や。寒いですね。寒い。こんな寒いの初めてだ。はい。男子とは昼間暖かかった。山あいですね、完全に気候が。あれ、何これ。昨日お会いした釣り人です。あそこで話した夫婦の。あ、堤防にいた。帰ってネットで拝見しました。すごいですね、頑張って大阪まで体に気をつけて達成してくださいね。ええ液体っぽい。液体ご飯しとくか。開ける。いやいやいや、あのちょこのままにしといたらこのまま保管できるよ。ちょこのまましとこう、このまましとこう、このまましとこう。開けたら氷とか入ってたらいいけどね。このまま何も入ってなくて。いや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 、直射日光。いやいや、あ、これ魚じゃない。魚の可能性あるよ。魚と氷の可能性ある。どんなビールだよこれ。いやいや、だって液体と箱を開けずに中身を開けろ。なんでしょうね。この中身は釣った魚と氷の可能性ある。この中身は何だろう。堤防にチヌたくさんいたよ。いや、チヌ、ね、水でしょ、水っていうか液体だよね。液体液体液体、確実に液体。何なんだろう。ちょっと一旦このまま、このままちょっと後で、はい、今日開けます。夜今日開けましょう。大丈夫なのかな、このまま。大丈夫でしょう。大丈夫なようにしてくれてんじゃない、今の状態が。そうだよね。昨日の夜、あのお世話になった水族館からなぜかまた朝おにぎりまでいただいてしまいました。じゃあちょっと食べて準備していきましょうかね。はい、はい、
今日は5月16日火曜日になりましたけれども、今日の目的地はどこでしょう？光市。山口県光市まで行けたらいいなと。漁師さんに完璧にルート聞いたんで、はい、天気も良好、そうですね、風も良好、距離稼げます。さらに昨日は熟睡、肉、ビール、はい、今日完全にドーピングバッチリ決まっております今。西の浦に続いて下手でもいろんな方によくしていただいてありがたい限りですね。あ、お坊ちゃんいない。ありがとうございました。ありがとうございました。お見送りに来てくれました。無理しないように、あ、行ってらっしゃい。本当にお世話になりました。ありがとうございました。相変わらず美しい、美しすぎるこの景色。いいとこだったね、ここは。いい人。全員いい人。さて、この中身は何なんでしょうか。すげえ。でっか。うわうわうわ、ちょっと誰言ってもう。